それが映画だよ、ゴーちゃん。カットとカットの間に神が宿るんだ。映画の神様が。ゴーちゃん、始めるぞ。ゴーちゃん、行こう。よーい。シーン1カット1、シンクロナンバー1。乾いた映画、ドライな喜劇、あるいは思い切ってファンタジックなストーリー、それを俺は目指すんだ。いつも言ってたじゃないの、映画にはフィルムには神様宿ってるんだって。どっちの効果を選ぶかよ、それが人生なんでしょう。キネマの神様。